はい、え今度はですね、色補正をちょっとカラーグレーディングなんですけども、少しドラマティックに演出していきたいと思います。まあ、例えば通常こういった、え白背景に、え女優さんがいると思うんですけども、まあ、こういった形に気度コントラストをちょっとかけてみましょう。で、気度コントラストをですね、かけて、まあ、コントラストを上げるという方法もあるんですが、なんかこれだともう少し、あのー、 まあ、奥深さというか、こういったところですね、かっこよく詰めつたいというやり方をちょっと描画モードを交えてやっていきたいと思います。まずですね、こちらの方なんですけども、通常に今一番下にですね色、色相とサイドがあります。そしてその上に今度はもう一個同じものが重なっています。ここですね、ソフトライトになってるんですけども、どうなるかというとですね、はい。このような形になります。で、ポイントはですね、この上に重なっているソフトライト部分に必ずブラーをかけてあげる。 これですね、ちょっとポイントなんですけども、はい。ちょっとアップにしてみますね。ブラーをかけてない状態だと、まあ、こう、くっきりしゃっきり出て、ちょっとこう、なんていうかな、汚れというか、ブツブツがちょっと出やすくなっちゃうんで、ここをかけてあげることによって、まずちょっとこう、そういったものを取り除きます。そしてですね、えー、ラストなんですけども、調整レイヤーを行います。調整レイヤー、下にか全部かかると思うんですけど、まずレベル補正で、少しこう、色をですね、コントラストをきつくします。 そして、えー、きつくしたコントラストにさらにトーンカーブです。で、ここではトーンカーブは赤に対してやっています。まあ、肌の色が赤っぽくなるっていうのは結構いいんですけど、あんま赤くしたとこすごくなっちゃうんですが、ちょこっとだけ赤を上げてあげると肌が綺麗に見えますね。そして、えー、グレインの除去。グレイン、つまりノイズを除去するような、えー、そういった効果があります。ちょっとアップにすると分かりやすいかもしれませんね。はい。これ、かける前とかけた後。はい。この辺に多く見ていただくと分かるんですが、 かけると、はい。このような形でですね。まあよくシワを取ったりすることができるんですけども、これをちょっとかけてください。まあ落とし入っちゃった方にはさらにいっぱい適用してあげるといいと思うんですが、これ結構エフェクトの中で時間がかかっちゃいます。そして、えー、軌コントラストを入れてあげます。さらにコントラストを上げて、あと露出ですね。ちょっと最後上がりすぎちゃったので、この露出を落としてあげる。はい。そうすると、えー、このような形の綺麗な女性を作り出すことができるわけです。